サーリドリー・スコットは、イギリスの映画監督、映画プロデューサー。主に、アメリカで活動している。映画監督のトニー・スコットは弟、同じく映画監督のジョーダン・スコットは、長女、映像監督のジェイク・スコットは、長男、映画監督のルーク・スコットは、次男。ウエスト・ハート・ブール美術大学で、グラフィックデザインや絵画、舞台美術を学び、その後、 ロイヤルカレッジ・オブ・アートに進学し、グラフィックデザインを専攻する。卒業後、BBC にセットデザイナーとして入社。やがてドキュメンタリーや、テレビドラマの演出をするようになるが、テレビディレクターに限界を感じ、退社した後、CF の制作会社を設立。数多くの CF を制作し、各国の国際映画祭で、数々の賞を受賞。 手がけた CF の本数は1900本以上に上る。デビュー作、デュエリスト、決闘者で、カンヌ国際映画祭新人監督賞を受賞。1979年の監督作、エイリアンの世界的大ヒット以降は、活動の拠点を米国に移す。フィリップ・ケイ・ディックの SF 小説、アンドロイドは電気羊の夢を見るかを映画化した、ブレードランナーでは、 映像化は困難とされていた原作を卓越した手腕で描き、数多くのファンを獲得する。1995年、リドリーと弟のトニーは映画への貢献に対してバフタを受賞した。1998年、イギリスのサンダーランド大学人文学の名誉博士、2015年にロイヤルカレッジ・オブアートから名誉博士号を授与される。2001年、 1>, 1億ドルを超える制作費と破格の宣伝費を費やした大作グラディエーターで第73回アカデミー賞作品賞並びに第58回ゴールデングローブ賞ドラマ部門作品賞を受賞。工業的にも世界的大ヒットを記録し、名実ともに不動の地位を確立した。2003年イギリス映画産業への貢献を認められ、ナイトの称号を授与されている。 2004年の BBC 世論調査で、イギリスで10番目に影響力のある人物に選ばれた。2008年、トニー・スコットと共に、マイケル・クライトン原作、アンドロメダ病原体のテレビミニシリーズの制作を担当。2015年、オデッセイで、ナショナルボード・オブ・レビュー賞2015、監督賞を受賞。作品としては、主演男優賞、脚色賞も受賞した。 ゴールデングローブ賞映画部門作品賞を受賞。BBC 時代から映像制作に関するすべての作業に熟達しており、絵コンテの執筆や撮影などを自らの手で行うことも多い。特に作品のイメージをまとめたいコンテやイメージボードの画力はハイレベルであり、映画愛好家のコレクターズアイテムともなっている。また、撮影に関しては使用するフィルムからレンズ、 照明についても熟知しており、そのためアメリカで映画撮影を行う際にはオペレートなどの点で仕事の範囲を審判するため撮影監督と対立しトラブルを引き起こしたケースも少なくない。映画界屈指の映像派として知られ、初期の作品では幻想的な映像美が見られるが美術から照明など細部にわたり構築していく完璧主義がたたり、 制作ペースの遅れやスタジオとの対立から数多くのディレクターズカット版が作られるなど審査をなめたケースも少なくない。自他共に認める貴重面な性格の持ち主。マッチスティック面公開時のインタビューによると神経質な主人公のキャラクターには自身の性格が投影されているとのこと。英国の自宅豪邸に日本人女性の高尾稽子をハウスキーパーとして 雇っていたことがあり、高オの著書、イギリス人はおかしいで、スコット家の私生活、性格やその母親とのエピソードを知ることができる。リドリーは家族に映画のいくつかを捧げている。ブレードランナーを弟のフランクに、ブラックホークダウンを母親に、悪の法則とエクソダス、神と王を弟のトニーに捧げている。また、2016年、オデッセイが、 ゴールデングローブ賞を受賞した後も亡くなったトニーに敬意を表した。2013年に無神論者であると述べた。2014年9月に行われた BBC のインタビューでも神を信じているかどうか尋ねられた時に否定している。広告業界ではすでに成功を収めており、デュエリスト、決闘者で映画監督デビューする前にすでに数千本の CM を監督していた。 デルマルイーズの後は一時期低迷したが、グラディエーターとハンニバルの世界的ヒットで名声を取り戻した。テレビ業界では多数のテレビドラマで制作葬式を担当している。監督賞には縁が薄く、1977年のカンヌ国際映画祭で新人監督賞を受賞したのみ。これまでにアカデミー監督賞3回、ゴールデングローブ賞監督賞4回、 英国アカデミー賞監督賞2回にノミネートされているが、いずれも受賞を逃している。作品によっては、エイリアンやブレードランナーなど映画史に残る傑作と評されることもあるが、レジェンド、光と闇の伝説や、ロビンフットなどのように国評されることや、もしくは、悪の法則のように賛否両論激しいことも多いなど、評価が極端に分かれる監督である。 音楽家のヴァンゲリスはブレードランナー1492コロンブスのサウンドトラックを担当している。またドイツ人作曲家ハンス・ジマーは1989年のブラックレイン以降の作品のほとんどに曲を提供している。編集では JFK でオスカーを受賞したシチリア人編集者のピエトロスカリアが97年の g i j ン以降、 ほぼすべてのスコット作品を編集している。ロサンゼルスとロンドンに制作会社 RSA 社を置く。スコットが27歳の時に設立したプロダクションで、CM とミュージックビデオの制作を受注、10名前後の若手監督たちが所属している。制作及び制作葬式作品は、愉快な天使、トラブルモンキー、明日に向かってを除いて、2013年まではすべてトニー・スコットと、 共同でプロデュースしている。また、ジョーダン・スコットや、ジェイク・スコット監督作品をプロデュースすることもある。ありがとうございます。